この集団は何だ？集権学院の制服を着ている人もいるよ。何をしているんだろうね。おう、お前さんたちにはまだ話していなかったな。おじさま、一体彼らは何者なんですか？志願者だ。対策本部に協力し、一緒に魔獣討伐を行ってくれる連中さ。本来は戦国騎士である俺たちが魔獣を撃つべきなんだが、どうしても人手が足りなくてな、協力者を募集したんだ。しかし中には学生もいるようです。そのようなものを魔獣討伐に駆り出すのは危険なのでは？念のため志願者とは戦国騎士が立ち合いを行い、最低限の実力があるものだけを合格として協力してもらっている。何人か任せられそうな人員を確保はできたんだが、魔獣との戦いは未経験な者たちなんでな。お前さんたちに魔獣討伐の指導を頼みたい。分かったよ、俺たちで引き受ける。その人たちはどこにいるのかな？あっちの天幕の中だ。あとは頼んだぞ。修験学院の生徒か。どの帝国にある学院の生徒なんだろうな。わからない。それになんだか緊張するよ。まるで初めてそば好きの子たちが着いた時と同じ気分だ。なあ、思い出すよな。今頃どうしてるんだろう。うん、そうだね。まあでも緊張してる暇はなさそうだぜ。挨拶しに行こう。わかった。先輩、ユージオ先輩にキリト先輩、どうして？ティーゼにロニエ、君たちだったのか。ああ、久しぶりだな。お二人ともセントラルカセドラルに囚われているのではなかったのですか？なぜこの対策本部にいらっしゃるのです？これにはいろいろと事情があって、話せば長くなるんだけどさ。よく、ご無事で。あ、ティーゼ？幽霊なんかじゃないですよね。ユージオ先輩、ここにいますよね。大丈夫だよ。僕はここにいる。ほら、手が透けたりしてないだろ？前にも言っただろ、ティーゼたちのせいなんかじゃない。悪いのは彼らだ。それに僕たちは見ての通り無事だ。なあ、鎖で繋がれたこともあったけど、俺たち脱出したからな。先輩、先輩、心配をかけちゃってごめんね。ここまで来てくれてありがとう、ティーゼ。ユージオ先輩、夢じゃないんだ。キリト先輩、本当に良かったです。私ずっと先輩のこと心配で。キリト先輩、ロニエ、苦しい。そんなに抱きつかれたら。あ、ごめんなさい。大丈夫だ。二人とも本当によく来てくれたな。あれは、もしや、ソルティリーナ先輩。キリト、キリトなのか。リーナ先輩。キリト、本当にお前なのだな。幻や夢ではないのだな。はい、確かに俺ですよ、リーナ先輩。まさかお前に会えるとは。一体なぜここにいる？説明すると長くなってしまうのですが、俺たちは罪人として捕らえられましたが、聖剛騎士と剣を交える機会があり、
剣の腕に関しては認められました。そのために魔獣が現れた緊急事態に際して対策本部に協力することとなったんです。全てを話せば先輩は混乱してしまう。今これだけ説明しよう。そうなのか。確かに魔獣が人界を闊歩する今は緊急事態。あらゆる剣士が立ち上がる必要がある。お前と友情ならば適任だな。しかしもう二度と会えないものかと思ったぞ、キリト。ご心配をおかけしてすいません、リーナ先輩。あの、先輩は俺たちが連行されたと知っていたんですか？ああ、学院の後輩から聞いたのだ。お前とユージオが禁忌目録に背いた罪人として氷協会に連行されたのだと。以来、私はお前たちにどのような刑が言い渡されたのかずっと気になっていた。だが私は一介の騎士でしかない。氷協会を訪れることもできず歯がゆい思いをしたものだよ。こうして元気な姿のお前に再び会えるなど思ってもみなかった。俺もです。リーナ先輩にまた会えるなんて本当に嬉しいです。あの、先輩がここに来たということはもしかして対策本部に協力してくれるんですか？ああ、私は帝国剣舞大会に出場した後帝国の騎士団に入団した。しかし今回の魔獣発生事態に際して騎士団にも対策本部への協力要請が舞い込んだのだ。人海の危機を指をくわえて眺めているようでは武人として剣を磨いてきた意味がない。何より私の武術は皇帝に捧げるものではなく苦しむ民に捧げるものだ。そのために私は立候補した。今日がその初日、対策本部への挨拶に来たというわけだ。そうだったんですか。先輩が一緒に戦ってくれるなんて心強いです。ああ、どのような場所に配属されるかはわからんがな。リーナ先輩。なんだ？禁忌目録に背き罪を犯した俺を責めないんですか？先輩がどんな話を聞かれたのかわからないですか？お前たちが何をしたのかは聞いた。様々な噂が飛び交っているが、その噂をつなぎ合わせ真実が何であるか想像がついたよ。お前やユージオは大切なものを守るために罪を犯さざるを得なかったのだろう。はい。本当に大切なものは何か私に教えてくれたのはお前だ。責めるはずがない。誰かを守るためにお前の選んだ道を咎めることなどしないよ、先輩。そしてお前が以前私の誇りを守るために戦ってくれた時と同じように、私も今度はお前の力になりたいと思うよ。ありがとうございます、先輩。私はお前と離れているうちもお前のことを忘れたことは一度もなかった。学院を卒業してからもセルルト流を笑われることはあった。だが私は自分の流儀に誇りを持ち続けることができたんだ。私はあれからも研鑽を重ねた。セルルト流の剣を再びお前に見てほしい。先輩の剣を？ああ、何より私はお前と剣を交え、お前が本当に無事であると知りたいのだ。応じてくれるか？もちろんです。それでは先輩、立ち会いをお願いいたします。よろしくお願いします。ああ、全力で来てくれ、キリト。あれは俺のことは気にせず続けてくれ。たまたま通りかかっただけだからな。お二人さんの戦い、ここで見物させてもらうぜ。ベルクーリ様、承知いたしました。ああ、俺たちの戦いを見てくれ、ベルクーリさん。相変わらずお前の剣は魅力的だな、キリト。さらなる成長を感じたぞ。リーナ先輩こそ、やっぱりその両手を使われると勝ち目がないって思いましたよ。お前と剣を交えることができて嬉しいよ。お前は本当に
ここにいるのだな。はい、先輩。見事だったぞ、ソルティリーナにキリト。なかなか迫力のある試合だったぜ。お褒めに預かり光栄です。そんじゃ、お前さんは当面はキリトと組になって行動してくれ。そんな、良いのですか？おう、お前たちの剣は随分と相性が良さそうだ。組み合わせればいい働きをするだろう。それじゃ、またな。ありがとうございます、ベルクーリ様。再びお前と共に戦えるなど、私はとんだ幸運に恵まれたものだ、キリト。俺もです、先輩。ベルクーリさんは最初からリーナ先輩の実力を見るつもりだったのだろう。たまたま通りかかったなんて多分嘘だ。キリト。あ、先輩。先輩が俺の方に触って。少し痩せたのではないか？いえ、そんなことはないですよ。そうか。本当にまた会えてよかった。これからも私はお前の剣をもっと知っていきたいよ。ありがとうございます。俺もまた先輩と一緒に戦えるなんて嬉しいです。そうだ、先輩をみんなに紹介しよう。これから一緒に戦うことになるんだから。問題はリアルワールドのことをどう説明するかだけど。なの、先輩に紹介したい人たちがいるんです。私に？はい、俺を助けるためにここへ来てくれた友人たちです。友人たち？ユージオと同じルーリットの村に住む者たちか？いえ、ルーリットではない別の土地から来てくれました。別の土地？それはどこだ？ここまで突っ込まれると想定してなかったな。でも別の地名を言ったり変なごまかし方をする方が余計不自然だよな。リアルワールドと呼ばれるところです。リアルワールド？聞いたことがないな。やばい、マスカッタか。そんな場所からお前を助けに来るとは。お前はやはり人に愛される性分なのだな。いえ、そんなことはないと思いますが。お前らしいよ。ぜひともお前の友人に会わせてくれ。よかった、妙だと思わず納得してくれたみたいだ。すっごい美人さんね。なんだか大人の色気が感じられます。この人はソルティリーナ・セルルト先輩、通称歩く戦術ソーラン。修剣学院を首席で卒業された人だ。首席？すごい。さて何から話そうか。お兄ちゃんとこの方のご関係は？俺はリーナ先輩の身の回りの世話をするそば好き生徒だったんだ。ああ、キリトが何から何まで私の面倒を見てくれてな。その役目上、私について知らぬところは何一つないと言えよう。知らぬところは何一つない？イビシン。そうですね。俺は先輩の部屋の掃除だとかいろいろな世話をやっていました。ちょっと、なんで私たちにまで敬語になってるのよ。なんか焦ってる？焦ってなんかないぞ。ソルティリーナさん、キリト君が在学中いろいろご迷惑をおかけしました。迷惑などかけられたことはないぞ。まあ遅刻をした時は素振り100回の罰則を与えたがな。大事な稽古に遅刻か。なんだかあんたらしいわね。なんでだよ。こんなすごい人に厳しく鍛えてもらえてよかったね、キリト君。ああ、本当に先輩のそば好きになれてラッキー。あ、いや、幸運だったよ。別の意味でも幸運だったって思ってるんじゃないの？いや、そういうのはない。私も非常に幸運だったよ。
キリトは私が卒業する際、私の好きな花を送ってくれたのだからね。その花は西帝国にしか咲かないものだというのに、思わず涙がこぼれたよ。憎い演出、私も多分それされたら泣いちゃいます。うわ、なんだかあんたらしいというか、やっぱりたらしというか。違う、そんなやましい意味はない。素晴らしい指定愛ですね。アスナ、目が笑ってない。ソルテリーナさんは対策本部に入って一緒に戦ってくださるんですか？なあ、ベルクーリ様からキリトと組むように言われた。これからは皆の世話になると思う。ここにいる皆は危機に陥ったキリトを助けるため、リアルワールドなる土地から来た。そのようにキリトより伺っている。関わった歳月は皆より短いが、私もキリトを思う気持ちでは皆と同じ。どうか仲間として共に戦ってほしい。何かと至らないところもあるかとは思うが、よろしく頼む。こちらこそ、そんなすごい方に協力してもらえるなんて心強いですよ。本当に先輩が対策本部に来てくれて嬉しいです。先輩、これからどうかよろしくお願いします。そんな堅苦しくなる必要はない。これからお前とは先輩後輩という立場ではなくなるのだからな。つまり新しい関係ということになるな。先輩後輩などという壁はもはや存在しない。新しい関係？そうだ、私はお前と共に新しい関係を築くのを何よりも楽しみにしている。なんならリーナと呼び捨てにしてくれてもいいのだぞ。キリト君？あ、先輩は先輩です。呼び捨てでなんて呼べませんよ。そうか、それは残念だ。だが呼び方などは関係がないからな。さらに深い絆を結んでいこう。キリト君、後でゆっくり話そうか。いや、アスナ、リーナ先輩とは何も。はあ、罪作りな男ね、キリト。安定のって感じ。強敵。まったく、いつまで経っても懲りないわね。この不穏な空気、一体これからどうなるのだろう。ともかくよろしくお願いします、リーナ先輩。さてと。うん、それと、Let's go. そうだ。おい、ところで頼む。あ、What? You get what? Register Bishan Party This Band? Oh, multiplayer has been unlocked. Okay. I don't need. I always play solo, so I think I'm going to end this here. This will be two videos in this session. The first video when we kill a beast, and I'm sorry for this video because there's like something reunion with our past here, and there's so many conversation, but I hope you good with that because this is the story what we're looking for. So yeah, I hope you guys enjoy it, and see you guys in the next videos. Bye. Thank you.